まさかキャンディーの中に、オーディーが入ってるとはだぜ。とんかつー。なんだぜ。マリサ来てたんだ。また何やってたんだぜ。ちょっと喉の調子をね。ってことはお前、何するんだぜ。変なボケ入れないでよ。ごめんごめん。途中でわけわかんなくなったんだぜ。殺人犯っぽいね。いつもの仕返しだぜ。それでどうしたんだぜ。ほら前に狂気的な演説をやったじゃない。生き生きしてたよなお前。そこで今回は違ったタイプのものを紹介しようかなーって思って。なんか嫌な予感するぜ。何が？なんでもないぜ。演説にもいろんな種類あるし、ほら前回はかなりイカレ気味な内容で兵士たちを鼓舞するような内容だったけど、もっと柔らかいけど真剣に真摯に訴えかけ聴衆の心を動かす演説とかもあるし、そういったのをやりたいなって思って。確かに内に秘めてたり、気持ちが揺れ動いたりしてる聴衆の心を動かしたり、弱気や逃げ腰になってる者たちを奮い立たせたり、弱い立場の聴衆を引き込み鼓舞するような演説とかあるな。弱い姿や強い気持ちをまっすぐ訴えかけて相手の心に届ける。弱腰になってる気持ちを強い気持ちに変えていき奮い立たすきっかけを作る。心に共感と感動を与え引き込まれていく。前回とは真逆だけどこういう演説もまたいいよね。その気持ちはわからなくないぜ。そうだよねー。なんやぜこのやつか。それじゃ今回はそんな力強く感動的で引き込まれるアニメの演説を紹介するよ。まあよろしく頼むぜ。敬愛する国民。またお前がやるのかよ。当たり前じゃない。しかも始まりも突然だぜ。もう、やり直しだよ。ごめんだぜ。敬愛する国民。いや、今にてぃ同胞諸君。我々今にてぃは、銃の名役のもと、戦争のないこの世界において負け続け、最後の年、このエルキアを残すのみとなっている。ここで我々は皆に問う。それはなぜだ。全国王が失敗したからか。我々が最下位の種族だからか。魔法を使えないからか。無力に滅ぶ運命にあるからか。否だ。かつて古の大戦において、神々が、エルフが、ワーディーストが、多くの種族が争う中、我々は戦い、そして生き残った。かつてはこの大陸全土すら、人類国家が占めていたのはなぜだ。我らが暴力を得意とする種族だからか。エルフのような魔法を使えず、ワーディーストのような身体能力もなく、フリューゲルのような強大な寿命もない我々が、大陸を支配できたのは、戦いに特化していたからか。断じて否だ。我らが戦い、生き残ったのは、我らが弱者だったからだ。いつの時代、どこの世界でも、強者は牙を、弱者は知恵を磨く。我らがなぜ今追い詰められているか、それは銃の名役によって強者が牙をもがれ、知恵を磨くことを覚えたからに、他ならない。我ら弱者の1000倍特許であったはずの知略を、戦略を、生き残るための力を、強者が手にしたからだ。それがこの惨状だ。皆の者答えよ。なぜに神戸を垂れるのか。繰り返そう。なぜ神戸を垂れるのか。我々は弱者だ。今もなお、昔もそうだったように。そう、何も変わってなどいないではないか。強者が弱者を真似て振るう武器は、その本領を発揮しない。なぜなら、我らの武器の本質にあるのは、卑屈なまでの弱さゆえの臆病さだからだ。臆病ゆえに、我らは魔法から逃れる知恵もある。臆病ゆえに、学習と経験から生じる、未来予知にすら到達し得る知恵を持っている。三度繰り返す、我らは弱者だ。いつの世も強者であることに油をかいた者どもの、喉元を食いちぎってきた、誇り高き弱者だ。我々はここに、205代エルキア国王、女王として、戴冠したことを宣言する。あれが、全権代理者に与えられる種のすべて、種の駒。我ら二人は弱者として生き、弱者らしく戦い、そして弱者らしく強者をほふることを、ここに宣言する。かつてそうだったように、これからもそうであるように、認めよ。我ら最弱の種族、何も持って生まれぬゆえに、何者にもなれる、最弱の種族であることを。おお。さあゲームを始めよう。もう散々苦しんだろう。もう過剰に卑屈になったろう。待たせたな。今にてぃ同胞諸君。今この瞬間、我がエルキアは全世界の国に対して、宣戦布告する。なあ、反撃の狼煙を上げろ。我らの国境線、返してもらうぞ。いやあ、気持ちよかったよ。なんか予想通りだったぜ。なんか言った？なんも言ってないぜ。それにしてもいい演説だよね。確かにそうだな。リアルの世界ではすごい問題を抱えてたけど、ゲーム廃人で空白と呼ばれる超凄腕でゲーマーの義理の兄と妹、ほぼ全てのゲームでは負け知らずの二人に挑まれたチェスのゲームがきっかけに、その腕前からゲームが全ての異世界に召喚されてしまい、たどり着いたエルキアという国で先代国王の孫ステフと出会い、次期国王選抜ギャンブル大会の勝者に勝ちいざこざを交えながら二人が王となり、劣勢極まる一種の今にてぃを導いてく的な作品ノーゲームノーライフのだったね。なかなか珍しい切り口で面白かったぜ。
二人が今にていの弱さを認めながらもその弱さゆえ強さがあることを皆に訴えかけ、それぞれ国王と女王として戴冠することを宣言して、なおかつ全種族に宣戦布告するっていうとんでもないようだったけど、聴衆の心をつかみ弱さを取り除いた感じのあるいい演説だったね。力強くて引き込まれたぜ。ほんとこういう演説は胸熱だけど、これよりもっと絶望的な状況で突き放し気味だったけど、事実を伝え逃げ腰の兵士たちを奮い立たせたキクシス司令の演説もすごかったね。巨人の世界の絶望的な状況だったぜ。お、ほーん、注目。これより、トロス特奪還作戦について、説明する。この作戦の成功目標は、破壊された扉の穴を、塞ぐ、ことである。へ、塞ぐって、一体どうやって。穴を塞ぐ手段じゃが、まず、彼から紹介しよう。訓練兵所属、エレン・イエガーじゃ。エレン。彼は我々が極秘に研究してきた、巨人化生体実験の成功者である。彼は、巨人の身体を生成し、意のままに操ることが、可能である。なあ、今司令が何言ってんのかわかんなかったが、それは俺が、バカだからじゃねえよな。ちょっと黙っていてくれ、バカ。巨人と化した彼は、前門付近にある霊の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び、穴を塞ぐ。諸君らの任務は、彼が岩を運ぶまでの間、彼を、他の巨人から守ることである。巨人と戦う必要がない。すみません、一回の訓練兵が口を挟んでしまって。構わん、話を続けたまえ。あ、はい。巨人は通常、より多数の人間に反応して迫ってくるので、それを利用して大勢でおびき寄せて壁際に集めることができれば、大部分は巨人と接触せずに、エレンから遠ざけることができると思います。また、おびき寄せた巨人たちは、後で大砲を利用して、損害を出さずに倒せます。ただし、エレンを無防備にするわけにもいかないので、少数精鋭の班で彼を守るべきだと思います。それに、穴から入ってくる巨人との戦闘も避けられません。そこは精鋭班の技量にかかっています。よし、わかった。そこを踏まえて練り直そう。ただ、この作戦は、エレンが確実に岩を運んで、穴を塞ぐことが前提です。その確証が乏しいまま作戦を決行することには、やはり疑問を感じるのですが。確かに、根幹の部分が不確かなまま、大勢を七に向かわせることに、何も感じないわけでもないが、ピクシス司令の考えも理解できる。一つは時間の問題ね。今現在も巨人が街に入り続けてる。街に巨人が充満するほど、奪還作戦の成功率は絶望的になるわ。それに加えて、ウォールローゼが突破される確率も高くなっていくな。それともう一つ。人が恐怖を原動力にして進むには、限界があるわ。覚悟はいいな反逆者どもを、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から立ち去る者の罪を、免除する。うは。一度巨人の恐怖に屈した者は、二度と巨人に立ち向かえん。巨人の恐ろしさを知った者は、ここから去るがいい。そして、その巨人の恐ろしさを、自分の親や兄弟、愛する者に味合わせたい者も、ここから去るがいい。パパー。それだけはダメだ。娘は私の、最後の、希望なのだから。4年前の話をしよう。ウォールマリア奪還作戦の話じゃ。相手は市街湾でもわかっておると思うがのう。奪還作戦といえば聞こえはいいが。要は、政府が抱えきれんかった大量の失業者の、口減らしじゃった。皆がそのことに口をつぐんでおるのは、彼らを壁の外へ追いやったおかげで、我々はこの狭い壁の中を、生き抜くことができたからじゃ。わしを含め、人類すべてに罪がある。ウォールマリアの住人が少数であったがため、争いは表面化しなかった。しかし、今度はどうじゃ。このウォールローゼが破られれば、人類の2割の口減らしをするだけじゃ、すまんぞ。ウォールシーナの中だけでは、残された人類の半分も養えん。人類が滅ぶのなら、それは巨人に食い尽くされるのが原因ではない。人間同士の殺し合いで滅ぶ。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで、死んでくれ。いやー、ほんといいね。おお、気持ちよかったぜ。マリサも結構セリフあったね。こういうのいいな。けど長かったぜ。確かにね。最初に絶望的な作戦を説明して兵士の心が折れた後に、過去の食材や逃げ場がないこと、そして家族や愛する人の話をして奮い立たせるって感じの2段階だったしね。落としてあげるって感じだったぜ。進撃の巨人といえば言わずと知れた有名な作品だと思うけど、外をさまよう危険な巨人たちに怯えながら人類は壁の中に国を作り生活してて、襲い来る巨人や、多くの謎や伏線、まさかすぎる展開など話が進むにつれて驚かされる作品だったけど、壁が巨人に破られ絶望的な状況で巨人化できるエレンを利用して穴を塞ぐ作戦を決行するため、ピクシス司令がその概要を話し逃げ腰になってた兵士をやる気にさせたって演説だったね。絶望的だったけど逃げ場もない状況だったしな。
逃げたらゆっくり滅んでいくだけっていう危機的な状態を打破した感じがあったね。そして同じようにありえない強敵を迎え撃つため協力の道を選んだけど、仲の悪さや過去のしこりで一触即発になってる国々の忍びの気持ちをまとめ上げたガーラの演説もすごかったね。ほんとすごい成長した姿だったぜ。自国、自里の利益のために、第一次から第三次までの長きにわたり、忍びはお互いを傷つけ、憎しみ合ってきた。その憎しみは力を欲し、俺が生まれた。かつて俺も憎しみであり、力であり、人中力であった。そしてこの世界と人間を憎み、滅ぼそうと考えた。今暁がなそうとしていることと同じだ。だが、この葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。そのものは、敵である俺のために泣いてくれた。傷つけた俺を友だと言ってくれた。彼は俺を救った。彼は同じ人中力だった。同じ痛みを理解し合った者同士、わだかまりはない。今ここに敵はいない。なぜならみんな、暁に傷つけられた痛みを持っている。砂も、岩も、この葉も、霧も、雲もない。あるのはただ、忍びだ。もしそれでも砂が許せないのなら、この戦争の後に俺の首を跳ねればいい。みんなの顔つきが変わった。俺を救ってくれたその友を、今敵は狙っている。彼が敵に渡れば、世界が終わる。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。世界を守るには、俺は若すぎる、浅すぎる。だから、みんなの力を貸してくれ。おーおー、ガラー。さっきは、すまなかった。ああ、俺も悪かったよ。すまん、言いすぎた。俺の方こそ、すまなかった。巌流さん、どうして？同じ痛みを持つ忍びが一つになろうって時だ。わだかまりを持たないのならば協力してくれるぜ。こんな俺の力ですら必要な戦いになるってことさ。俺たちは同じ忍び。だな、ここは一つになって、暁をぶっ潰そうぜ。ああ、うん。強い熱を持った連中ほど、まとまった時は強くなるじゃん。なあ、ガーラ。じゃあ、さすがガーラ様。ガーラ様あ。立派になったな、ガーラ。これでみんな仲間になれたってわけか。めんどくせえけど、仲間の匂いじゃ覚えねえわけにはいかねえな。犬塚家の鼻にかけてね。同意するものは、俺に続けー。おーおー。いやー、これもいいねー。なんかいろいろ出てきてわけわかんなくなるぜ。確かに後半ややこしかったね。お前と私と謎の声しかいないんだぜ。っていうよりあの謎の声はなんだぜ。まあまあ、まあナルトって言ったら国民的アニメレベルで知らない人はいないと思うけど。両親や家族もいなく体の中に凶悪な九尾の狐を宿した人中力として里中の人から忌み嫌われた渦巻ナルトが、持ち前のポジティブさと里のトップ穂影になることを目指しながら忍びの道を志し、仲間たちと強敵に出会いながら強くなっていくっていう、友情努力勝利がふんだんに詰まったジャンプ作品。海外でも人気が高いな。この演説は暁という強敵に立ち向かうため里同士が手を組み立ち向かおうとする。第四次忍界大戦の結成式的な感じだったけど、もともと里同士の仲は悪く過去の遺恨もあるため集まった忍びたちはギクシャクしてる状態。そんな状況を打ち消すためにガーラが自分の体験を踏まえ里の違い関係なく手を取る重要性を訴え、みんなのわだかまりを解き気持ちを一つにさせたすごい演説だったね。めちゃくちゃ尖ってたガーラが頭を下げたすごい演説だったぜ。これは里が一致団結して戦いに挑むためって演説だったけど、敵の連合に攻め込まれ不利な状態になってて、重要な防衛拠点は民間人しかいなく攻められたら無条件降伏をしようとしていた。そんな無力で怯え切った民たちを、自らの立場と鼓舞する言葉を伝え奮い立たせた性の演説もすごかったね。さすが大王だったし、カリスマ性もすごかったぜ。神王、衛星である。はぁ、大王様がお話に。これが、大王様のお声。よく聞いてくれ。よく聞いてくれ、祭の住民よ。知っての通り、50万規模の合唱軍が、韓国艦に迫り、交戦中である。兵士の奮戦により、韓国艦は何とか持ちこたえられそうだ。だが、敵の別動隊3万が南道に入り、もはや、艦用の喉元である、この際に迫っている、敵軍を率いているのは、あの張三大天、李牧と、宝剣だ。そして、艦用には、これを迎え撃つ準備がない。準備がないってどう？今は正の言葉を。つまり、この際が、敵軍を止めることができる、最後の城だ。もう一度言う、ここで敵を止めねば、秦国は滅亡する。とはで、しかし、ここには福君がわずかしかおりません。おい。承知している、だが止めるしかないのだ。この、際で、つまり、我々が戦って、敵を、止める。恐ろしいのはわかる。敵は屈強で、こちらは老人、女子供も多い。
戦えば多くの血が流れ、多くの者が命を落とすだろう。ビビらせてどうすんだよ。奮起を促そうとしてるんだ。強制じゃ、彼らは兵士になれない。だが、そなたらの父も、またその父たちも、同じように、血と命を散らして、今の秦国を作り上げた。あ、今の生活は、その上に成り立つ。降伏すれば、破れれば、それらは全て無に帰し、秦の歴史は、ここに途絶える。民の多くは虐殺され、生き残った者も、土地を奪われ、列国の奴隷になり下がるであろう。そなたらの子も、また次の子も、それを止められるのは、そなたたちだけだ。おいらは戦う。ん？無礼よ、座りなさい。衆、おい慣衆。構わん。勇敢な少年よ、そなたの名は？わあ、は、肝心の子慣衆。夫は韓国間で戦ってて、だからおいらが家族を守れって、夫が、お母と、小さい妹を、敵国の奴隷になんか絶対させない。衆、だあ。うぐう。肝心の子、慣衆よ。この決戦の地で、共に戦えることを誇りに思うぞ。わ。ん？今、共に戦うと？だ、大王様、ここで戦われる？だ、ダメです。大王様は官僚へ戻ってください。お早くお戻りを、大王様。戻るものか。真の命運を握る戦場に、共に血を流すために、俺は来たのだ。はぁ、わぁ、ごぼうの小声、大王様と共に戦います。学名の子、学校も戦います。まだ老人に入れられるほど、衰えてはおりませぬ。大王様、最強です。昨年の戦いで腕を失いましたが、まだまだやれます。後方の子、後春です。女ですが、薬雷撃てます。来るか。頑強です。この戦いに全てを捧げます。大王様、おいらも戦う。漁師も戦いまする。私も戦わせてください。大王様、わしらも。来い。立て、みんな立ち上がれ。さえは戦うぞー。来た。心の準備は整ったか。530年続いてきた、真の存亡をかけた戦いだ。必ず祖先のカゴがある。これまで散っていった者たちも、必ず、背を支えてくれる。最後まで戦うぞ。真の子らよ。我らの国を、絶対に守りきるぞ。むふう、後半の盛り上がりがたまらないね。民の心が動いて熱狂していく姿はすごかったぜ。中国史上初の天下統一を果たした秦の始皇帝の歴史を元にした作品で、主人公の秦野大王である姓、そして大将軍と呼ばれる者たちの激しい戦いを少し脚色込みで描いた作品だったね。大将軍たちの強さが人間離れしすぎてたぜ。確かに強烈な強さだったね。これは秦を滅ぼすため五国が手を組み、合従軍を作り秦国最大の要所韓国間で激しい攻防戦をしてる時に、長国三大天の一人天才軍師の李牧が別動隊を作り、手薄になってる別ルートで官僚に進軍してて、その要所である際に向かっててそこには戦える者がほとんどいない状況。民たちは降伏を考えてた時に将軍君と共に聖が赴き、絶望してる民たちと共に戦うと声をかけ奮い立たせたすごい演説だったね。確かにすごかったぜ。まさにカリスマって感じがしたな。そうだったね。そして状況は違い教会に異端審問され公開処刑の場で聴衆に訴えかけ、聴衆の心を動かした、自分は人間だということを訴えたくれないの学士の演説もすごかったね。中身は主をかばうために変装したメイド姉だったけどな。私は、魂を持つ者として、皆さんに語らなければならないことがあります。私は、実はノードの子として生まれました。私は七人の兄弟姉妹の三番目として生まれました。兄は農作業中に腕を折り、そのまま衰弱して捨て置かれました。姉はある晩、地主に召し出され、帰りませんでした。冬のよく晴れた朝、一番下の弟は冷たくなったまま、とうとう目を覚ましませんでした。放送にかかった兄弟もいます。私は何もできなくて、生き残ったのは、私と妹だけです。ある時、逃げ出した私たちに転機が訪れて、それは運命の輝きを持っていましたが、私はずっと悩んでいました。ずっと、運命は温かく、私に優しくしてくれました。安心しろ、なんとかしてやる。しかし皆さん、貴族の皆さん、兵士の皆さん、開拓民の皆さん、そして、ノードの皆さん、私はそれを拒否しなければなりません。あんなに恩のある、優しくしてくれた手なのに、優しくしてくれたからこそ、拒まねばなりません。私は、人間だからです。私は自信がありません。この体の中には、癒しいノードの血が流れているじゃないか。お前は所詮、虫けら同然の人間もどきじゃないかと。だからこそ、だとしても私は、人間だと言い切らねばなりません。
なぜなら、自らをそう呼ぶことが、人間である最初の条件だと、私は思うからです。夏の日差しに頬を照らされるとき、目をつぶってもその恵みがわかるように、胸の内側に暖かさを感じたことはありませんか？他愛のない優しさに、幸せを感じることはありませんか？それは、皆さんが光の精霊の愛し子で、人間である証明です。やめろー。異端名。異端かどうかなど、問題にもしていません。私は人間として、冬越村の恵みを受けた者として、仲間に話しかけているのです。皆さん、望むこと、願うこと、考えること、働き続けることをやめてはいけません。精霊様はその奇跡をもって、人間に生命を与えてくださり、その大地の恵みをもって、財産を与えてくださり、その魂のかけらをもって、私たちに自由を与えてくださいました。自由、そうです。う？それは、より良き行いをする自由、より良きものになろうとする自由です。精霊様は完全なる良きものとして、人間を作らずに、毎日、少しずつ頑張るという自由を与えてくださいました。それが、喜びだから。だから、楽するために手放したりしないでください。精霊様のくださった贈り物は、たとえ王でも、たとえ教会であっても、犯すことのできない、神聖な宝物なのです。異端名、その口を閉じろ。閉じません。私は人間です。もう私は、その宝物を捨てたりしない。もう虫には戻らない。たとえ、その宝を持つのが、辛く苦しくても、あの暗いまどろみには戻らない。光があるから、優しくしてもらえたから。いい、この異端の場合ために石を投げろ。何をしているのだ。石を投げないものはすべて廃墟者だ。投げようと思うなら投げなさい。ん？この狭く冷たい世界の中で、家族を守り、自分を守るために石を投げることが必要なこともあるでしょう。私はそれを責めたりしない。その判断の自由も、また人間のもの。その人の心が流す血と同じだけの血を、私は好みを持って流しましょう。しかし、他人に言われたから、命令されたからという理由で石を投げるというのなら、その人は虫です。自分の意思を持たない、精霊様に与えられた大切な贈り物を他人に譲り渡して、考えることをやめた虫です。それがどんなに安らげる道であっても、宝物を譲り渡した者は虫になるのです。私は虫を軽蔑します。私は虫にはならない。私は人間だから。後半の訴えかけがすごくて心に響く演説だね。悪い奴の役は嫌だぜ。まあ、それしか目立ったセリフなかったしね。犠牲を出さないためパーティーを抜け出し単身魔王に挑みに行った勇者。そこで出会ったのは美しく魅力的で頭が切れて優しい魔王。胸も大きくて素敵だったぜ。マリサ、勇者と魔王が手を取り村の問題を解決して豊かで平和な世界を目指していくっていうその名の通り魔王勇者って作品で、結構しっかりとした設定なんかもあって、技術的や経済的な観点でも結構しっかりとした世界観があるそんな作品だったね。狼と香辛料にも雰囲気が似ててめちゃくちゃ好きな作品だったぜ。2期が見たい作品だよね。ほんと来てほしいぜ。そしてそんな評判を聞きつけた教会が魔王ことくれないのが口を異端として、強い恩があり屋敷のメイドとして働く姉妹の姉が変装して、村の広場で公開尋問と処刑が行われようとしてる。ただ村人たちもまたくれないのが口に大きな恩があり尊敬を集めてたけど教会の手前表に出せない。そんな中彼女の貧しい老いたちを話しどのようにして人になり何を信条にしてるのか。その人間の根源とも言える強い気持ちを聴衆にぶつけて心をつかみ王の心まで動かす。ほんとすごい演説だったね。ほんと後半は聞き迫る感じだったぜ。いやー、もっとやりたかったけど結構長くなっちゃったから今回はこれくらいかな。お前まだやり足りないのか。むっくー、まだいろんなのがあるし、今回は狂気さが足りなかったしね。まあ今回はガンダム要素もなかったしな。演説と言ったらガンダムってとこあるし、ユニコーンのやりたかったけどあれはめちゃくちゃ長いしね。なんか今回は一個一個長かったぜ。確かにそれはあったね。まだいろいろとあるしまた機会があったらやりたいよ。もう悪い奴は嫌だぜ。むふふー。このチャンネルはオタクじゃないけどアニメ大好きなウプ主が長年見続けた新旧いろんなアニメを紹介する予定で、主に単品作品を紹介形式で解説する予定だからよかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。コメントや高評価をもらえても嬉しいよ。それじゃ、ご視聴ありがとうございましただぜ。